どうも、ルイです。今回はですね、ストリートファイターデュエルやっていきたいと思います。今回何をやっていくかというと、最悪後の再建の探索をね、ちょっと行っていこうかなということですね。まあ、デビルメイクライのコラボが来ているということで、まあ、こちらちょっとね、やっていきたいかなという感じですね。まあ、メトロシティの周辺を探索していくという感じでいきましょうか。とりあえずジュリと戦う感じですかね。さあ、まあここはまあ普通に戦っていくしかないというところで、さあ、まあ戦いますか。まあこの辺はね、今自力で勝っていくしかないので、まあ戦っていくんですが、宝箱とかはしっかりあると。ちょっと待って、全然何も見てないな。なるほど。とりあえずここ行きますか。行けるところからちょっとやっていくかなという感じなんですが、どうなってんのこれ。これはここはいけないの？あ、そういうことね。じゃあここ行きますか。見落としてたわ。ここを戦っていくと、その宝箱にしっかり取っていくと、なんか迷路っぽくなってますよね。ちょっと待って、言うと、あ、ここ行けそうやな。こっち多分ここ行けないかな。多分この辺行けそうっす。じゃあここに挑戦して、あ、そういうことか。ん？ミスったな。ミスってない？とりあえずボスとかは、ボス行かないと結局はダメやもんな。結局ボス行かないといけんか。
さまこの辺もちょっと倒していかないとダメというところですね。まあまあまあここはちょっと頑張って倒しないと。まあイベント的には進めれてっていう。あ、そっか。こいつが。欲しいな、ここ。はい。これで一応修復されてのでここが取れると、まあここはゲットと OK よね。そして電話ボックス行く感じですかね。多分そういうことでしょう。行きますか。あー、そういうこと。じゃあ南から行きますか。南から上に。あ、そっちなの。そっち。そっち南ってそっちなの。まあまあいいわ。とりあえず南から攻めます。なるほど。なるほどっていうか、こういくしかねえもん。普通にちょっと戦っていくと、さあまあここはね、まあ普通にクリアしてのこうなんですね。ここ置いときましょうか。置いて。この辺はちょっとね、戦っていかないと、まあ、報酬ももらいたいっていう。おっと、マジか。落とされるん？ちょ、マジで。ここそんな強いの？そんな強いの？マジびっくりした。なんかサクッとクリアできると思ってたんで、ちょっとマジびっくりしましたね。ちょっとでもここちょっとクリアしたいな。どうします？どうしますって言うと。でちょっと行ってみるか。マジどうしますって言うと。頑張れ。よし、頑張れ。よしよしよし。よしよしよし。OK で、OK で探索し直します、ここ。OK で、でね、こっちからちょっと回り込んでいきましょうか。
まあまあね、このままでいいでしょうね。なんとかしてくれ。ここはちょっとなんとかしてくれと。ダルシムまず強いよ。シムまず強いよ。だったら、これちょっと戻りの、ここもなかなか頭使いますよね。ちょっと倒していかないといけない感じなんで、まあ、そこはもうなんとか編成ね、組み合わせてやっていくしかないんですけど、さあこれでこれでまあシーンを残って、なるほどね。まあ、このパズルを解いていかないといけないと。で、まあ、これでどうだと。さあ、これで、まあ、修復した感じなんで、このサイドをちょっとクリアしますか。ここはまあ普通にまあこれでいきましょうか。とりあえず。さあ頑張ってくれと。さあ OK やね。まあ、報酬は取っていく。報酬入りとか覚えてないんだよ。ここをちょっと上げていかないといけんと。どうでしょう、ここに上げていかないといけんっていうことやね。ちょっと上げて。これでどうだ、これでだいぶ強くなったんじゃない。これでどうすか、なんか変わるでしょ。オッケーオッケー、全然余裕。オッケーオッケー、やっぱね、ちょっとバフかけんとあかんわ。そんなの忘れてやったわ。今気がついた。さあじゃあ最後ね、ボスを。そら勝てんわ。まあ、ここはまあこれで決勝。しっかりとその利用していかないといけないというところですよ。そんな勝てんかった、えらい強いなと思って。そらそうだろ。オッケー、余裕。はいはい、クリアと。いう
ということで、これでちょっと一応確認しますか。一応南側の探索はまあこれで終わりなので、メトロシティに戻って、で電話ボックス、まあ、こちらがまあ1日1回ちょっとね、解放されるということで、ちょっと動画出すタイミングで、ちょっと、なんていうんですかね、その時間差的なことはあるんですけど、まあ一旦ちょっとこちらはこれで動画締めようかなという感じですね。でまた南側はクリアしたんで、あと北東西ですかね、まあ、こちらの方をまあ分けてちょっと動画出すか、ちょっとまとめて出すか、ちょっと今のところ何とも言えないんですが、またね、ちょっと動画の方はちょっと出していきたいなと思います。ということで、ちょっと一旦こちらはこれで締めましょうか。よかったらチャンネル登録の方と高評価の方よろしくお願いします。と、それでは皆さんまた。